レモンサワー飲んでレモンサマー。はい、どうも、小橋です。さあ、ではですね、今週もね、先週のラントナのランキングを見ていきましょうね。はい。ちょっとね、ちょっと撮影環境的にね、ガサゴソしていたら申し訳ないですね。はい。で、先週のですね、ポロラルフローレンカップのね、はい、後半でしたね。超デカカップの。はい。で、フレンドさんの1位は全体の13位、レモンさんです。さあ、レモンさんについてね、またお話がありますので、そのまま引き続きいきます。さあ、23アンダーで、マナミンさん。そして22アンダーが HYO さん、DJ EO さん。DJ EO さん、まさかの月曜日の朝ね、小橋がなんとなくね、カジュアルのね、東京サンホールパスなしで入ったらね、ご視聴ありがとうございました。はい、でアーチンさんですね、3月6日にハイが開催されるそうですね。詳しくはラッキーパンチのアーチンさんご覧くださいって感じですかね。さあ、でポンコツ1番とホホアジさんの後、103位、惜しかったな。小橋が、食い込みましたと言っていいんですかね。ですね、前回の動画で、超デカやる気ないんでって言って、あの時やる気なかったんです。あれが前回の動画の日曜日の夜10時ぐらいの撮影ですね。その後にね、終わって、一息ついて、うん、ランドナーやるか、つって入ってね、その時ご一緒のね、同じ組だったのがレモンさんでした。ね。そしたら、まさかまさかのね、その時点でね、あれだったんですよ。マイナス7、マイナス7、マイナス6の20アンダーで1000何位とかだったんですよ。いや、1000何位も1000何百何位が、まさかのパーフェクトでしたね。あれは焦りました。その時のね、ま、セカンドのね、コンドルは何回かね、出してたんですけどね。コンドルだけとかあったところがね、まさかのね、ホールインワン、コンドルホールインワンでね、パーフェクトできました。もうね、嬉しくてね、もうレモンさんと同じ組だったんでね、速攻でね、ストックしていたね、レモンサワーをね、開けてね、もうレモンサワー飲んで、レモンサマーって、はい、いきます。続いてね、同じく22アンダー、つよしさん、うりさん、たらたらひなこさん、KK さんまでですね。さあ、そして21アンダーが、まあ多かったかなーというところで、山崎智也さん、一輝さん、エグゼさん、ワーミさん、ファミリアさん、ランナンジャーさん、ナバーロさん、ムクさん、カズさん、マッスーさん、ピッコロたまたまさん、くんくんさん、くんくんさんにはラントナでね、何回かご一緒してね。まあ、結果小橋が勝ったってことでいいでしょうか。レフトさん、ゲゲノスケさん、ワイハーウッツさん、マタシさん、ウキョウさん、シノンさん、サイボーグ中之島さん、TK タカさん、コウイチさん、二刀流さん、ワチさん、ニアピンのキョウさん、サトシさん、P さん、モゲヌリーブスさん、焼き芋屋さん、マックス Q さん、ビビさん、クリさん、麦酒造さん、ニシアンさん、レイラさん、ポルカさん、コットンさん、モモさんから20アンダーですね。ショコさん、ランスさん、ミッキーさん、翼さん、なぎささん、ザキマルさん、イチゴさんから19アンダーですね。EJ ライトさん、タカポッポーさん、モグモグさん、アンドさん、ハヤトスさん、てんてんさん、パムさん、ひろみさん、マリコさん、一番さん、しんさん、ジョーカーさん、リホさん、はなみさん、ネコトラさん、コッコさん、コクリュウさんまでが、3000位を切っ
たというところですかね。それ。で今週のラントナですね。ドバイ来ましたね。さあ、詳しいね、ワンチップは取ったんですけど、あれかな、一応クローゼットをねお見せしますね。ですね、コントロールがね今320なんですけど、まあ、このハッピーゴルフイヤーでね、10% アップ、金が新年でコントロール100アップ。と、超プロフェッショナル中で、全パーが 15% アップの、まあ、インペリアルオールがね、育成ボードのみですけどね、全パラメータ 6% アップかな。これでね、ちょうど500をちょい超えるぐらいにしてるので、まあ、500超えると、砂ぼこりのね、弱なので、通常通りのブレでね、ショットは打てるっていうところね。まあ、パットはね、ガン無視してるんでね、距離長いパット残すと大変になるっていうところですね。さ、でね、今回ね、全部のホールでチップチャンスではある気がするんですよね。小橋の最初のホールはね、最初のチップはね、このホールで取りましたね。どこでね、ブレを計算するかっていうところで、401ヤード無風を小橋が持ってるんでね、一番飛ばした方がいいかなって。で、一応の4タップ分弱なのかなっていうぐらいのね、あれですね。ただね、ここら辺ね、芝の目がね、見えないんですよね、なんか。ちょい左ブレなのかね。ここはね、薄くなるんでね、剥げてるんだよね、芝がね。今ね、ちょっと左ブレなのはね、わかりましたね。2タップ以上は左ですね。2.5 か3か。でも、こんぐらいのブレだとね、まあ、まだね、うわぁ、めっちゃずれちゃった。まだ耐えられるかなっていうところでね。めっちゃ左ブレとか行くとね、めっちゃね、厳しくなる。おー、ナイスですね。で、ここね、あと時間がないんだ、時間が。だからもう、ポンポン打っちゃいます。どうだ？左にキックしてくんないかな？どうだ？いけー！うわー！さあ、ブレがね、今のセカンドどうだったんでしょうかね。ちょい右ブレなんかな。っていうかね、このね、このセカンドのブレがね、大事になってくるんですね。ナイスですね。はい、ニアピンとかはね全部取れたんですけどね、このねセカンドのブレが大事になる理由なんですけど、今回はですね、ラフから 100% で打てるねオールグリーンとかエメナルドとか持ってるとね、ちょっとねこの攻め方どうでしょう。で、小橋マスターピース持ってるんでね、何をするかっていうとね、これね、ここね、建物を使ってすごいね、スピン値高い人はね、寄せられる方法もあるんですけど、小橋はそこまでの能力がないので、こうね、よいしょ。180ちょい超え、めっちゃ超えちゃいましたね、これ、ね、小橋ね。これはちょっと怪しいだけど、止まってくるね。180から190ぐらいのところでね、やるとね、ここのね、ラフが、真っ平らなんですね。
はい。なので、ちょい右ブレなのかなと踏んでね、ほんとブレ分だけなんですね。セカンドにブレなしの場合はね、で、ここマスターピースで 100% で打てるんで、ブレなしの場合は本当にごっつぁんなんですよね。ああ、ジャストイン失敗した。ただ右ブレは合ってたかな。いや、ジャストイン失敗は痛いぞ、これは。右ブレ、どっちブレ？右じゃなかった、左ブレ？かーっていったところですね。どういったところで。いや、このね、ジャストイン失敗は痛い。ね。まあ、ここがね、ほんと。まあ、ブレなしを、セカンドショットのブレなしを、いつか引くと思って、毎回変えずに、タップせずに打つっていうのもありちゃうかな。実際ね、ブレあったのかなと思ってね、たらね、ほぼブレなしのショットもあったんでね。まあ、ちょっとね、セカンドのね、感覚で打ってる小橋はね、セカンドでね、どんくらいブレてるかって、何タップ分ブレてるかっていう計算することがね、感覚派の小橋には無理なのでね。あからさまに左とか右にブレてない限りは、まあまあ、あのまままっすぐ打つっていうのも、てっちゃって、数打ち当たり、もうダメだ。神々で。はい、左にね、2.5 分ぐらいな。ここもちょっとね、このね、ピンの位置によってはね、低反発使わないんですけどね、使って打ちますね。左に。時間がないからね。ダメだ、一回違うので合わせて。やばい、時間がない。いやー、これでどうかな。時間がないよ。いやー、ずらしすぎたか。ね、ほんとこういう感じで全ホールね、チャンスはありなんですよね。なのでね、まあ最低でもワンチップ3回、まああと2回と、ね、できれば2チップがね、またね、出ればね、いいなって小橋は踏んでますね。はい、こういう感じでやっていきます。次回動画ではね、この後すぐに撮影するんですけど、ガチャをね、回していきます。以上、次回は通常通りのガチャ芸人に戻る小橋でした。バーイ。